さらわれたんだ。嘘でしょ。どうして？悪いけどあの時のことは話したくないな。話さないで。お願い。じゃあ話すよ。僕の家は珊瑚礁なんだ。ここからずっと遠くのね。ほう、なんか面白そうな話。息子のニモが僕に腹を立てた。少し厳しくしすぎたせいかもしれない。もしかしたら。とにかくニモが珊瑚礁を離れてボートの方に行ったらダイバーが現れたんだ。慌てて追いかけたんだけどボートが速すぎて頑張っても追いつけなくて。